はい、こんにちは、ピアですよね。アセットコルサコンペティオネ PS4 版やっていきたいと思います。PS4 版で、コントローラーでね、このハンコン使わずに、コントローラーでやったらどうなるかっていうのを、今日はね、検証していきたいと思います。はい、車はね、ランボルギーニやめて、何があるかっていうと、アストンマーチン、V12 のバンテージと、V8 があるんだね。アウディと、アウディのあるエボ、エントレー M6488GT3 MSX マクラーレン AMG GTR ポルシェ911ってことか。じゃあポルシェやってみよう。なんかちょっとリアがどっしりしててね、簡単そうだから、コントローラーでね、ポルシェじゃあやっていきたいと思います。 OK ってことで Accept。 場所はどこにしよう。鈴鹿もあんだね。いきなり鈴鹿あるの。じゃあみんな大好き鈴鹿サーキット走って、ちょっと待って、雨を晴れにしよう。晴れにしてこっちスタートしていきたいと思います。さあやっていきます。ドライブ、どうする？これが一足？ああ！やっぱ運転できない。ちょっと待ってオプション。コントローラー、シフトアップとシフトダウン、これじゃあかんて、シフトアップ、丸、と三角にしとかないと、これだな。OK、ドライブ。ちょっと待って、運転できたもんじゃねえぞこれ。おお、難しい。あ、これ無理だな、ハンコン無理じゃねえかこれ。ハンコンじゃないと無理じゃねえかこれ。いやー、めちゃくちゃシビアだな。いや、できなくはない。お、だいぶいいぞ。正解でいけるの。だから、マンマシンインターフェースが、ハンコンがね、進んでる。最適とは限らん。限らないよね、マジで。まだね、マンマシンインターフェース、進化する余地はある。あ、意外といいかもしんねえ。
タイヤの感じは感じられないけどね。フォースフィードバックっていう情報がない。12秒か。2分12秒。ダメだ。いやまあでも練習すればなんかいけそうな気がするけどね。はい、じゃあね、これでちょっとレースねしていきたいと思います。レースやったらどうなるか。はい、シングルプレイヤーでさすがにマルチでやったらね、やばいんじゃん。さすがに一旦ちょっとクイックレース、10分間のクイックレースやっていきたいと思います。じゃあね、5位スタートですね。11台ですね。ぶつけた、いきなり。めっちゃクイックに動くな。大丈夫か？配列を整え。さあ行くぜ、早いぞ。おい、失礼。ああ、これ面白いわ。コントローラーの方がいいかもしれない。いやー面白い。あ、俺コントロール早いかも。カウンターが早いんだよね、コントローラーは。5位スタートで5位だね。いやー、1点抜かれるか。1分失敗したな。いやー面白い。ちょっと当たった。いやー、ちょっと抜かれていくね。出せない。あ、面白い。
いやちょっとアンダーだな。後ろすげえ来るな。いや今早かったなヘアピン。これ部分的に観光より早いんじゃないか。いや面白いこれ。一人旅になっちゃった。アンダー出る。ああ指がつってきた。いや早いよ今のコーナー。いやー10秒台、10秒切りたいね。いけ。11秒。いやー無言になっちゃうね。来るね。どんどん速くなってくる。
行かれる。行かれた。いやー追いつきたい。いやー10秒11惜しい。間違えたい鈴のラインが。手がつる。親指がつる。今マイナスロスだったのにな。つれ。間違えた、ボタン間違えた。いやーちょっと集中切れた。ゴール。まだか。ゴール。8位ですね。ああ、待って。そうだ。ゴールしてもまだ。ゴールしてもダメなんだ。いやー、すごい。まあ一応レースになるね。一応レースにはなるね。いや、言って指が、擦りそうだわ。はい、ということでね、パッドでやったらどうなるか検証、ね、やってきましたけど、まあご覧のように、本当にね、レースになるし、これもっと練習すれば、いや、意外とハンコンと変わらないぐらいのタイム出ちゃうかもしれないっていうね。相当、できる。むしろなんか、パッドでやると、ヒントになる。なんか、もっと俺、ハンドルすごくゆっくり切ってるけど、もっとパーンと切ってもいいんじゃねえかなって。なんかスリップアングルなんかねパンって入れた方が早いかもっていうね気になりました。なんかすごい勉強になったわ。はい、ということでね、このアセットコルサコンペティオネ PS4 版ですね、日本語版もね発売されるっていう風に決定されてますんでね、はい、9月ですね、まあ、北米版で今やってますけど、ね、9月に日本語版が発売されるってことで楽しみですね。でまた多分ね PS5 でも出ると思います。その時にこの格付きとかねそういうのがなくなって本来の、ね、スペックのアセットコルサコンペティオネができるんじゃないかと思います。はい、ということでね、またこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。今日はコマドだこれ。